野呂瀬千辛助は、江戸時代初期の終わり藩士。意味は、自家事、郷は、助産。海の国駒郡東海千葉出身。元は武田家に仕えていたが、同家滅亡後は徳川家に侵入し、徳川義直の下で、官状奉行を務めた。清過ごしの際に、名古屋城下で、彼が屋敷を構えた土地は、主税庁と呼ばれるようになった。 松江は幕末まで同地に屋敷を構え、主税町の地名は2019年現在も使用されている。主税助は、尾張古屋に移った後も郷里東下市場の安陽寺を大団落ちとして支援し、元那5年に六地蔵菩薩の係へ、寛永17年に自筆の微細地蔵演技、野瀬家系図を奉納している。微細地蔵演技は、安陽寺の地蔵が同時に身を変え、 白書き作業の際に、馬の花を取り、困っている農民を助けたという伝承を記すもので、あるが、同時に10日市場の繁栄を記録した文献でもあり、10日、被災点についての最古の記録である。貝の国史は、完成年間に、駒郡寺部村に、野瀬力助が屋敷を与えられ、野瀬と呼ぶようになったとする説を紹介するが、同書は、寺部村、八幡宮にある、 天少年間のいた木に、鏡そう七中村のうちに野瀬村があることを、記している。ありがとうございます。